はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2017年の8月1日ですね。オールスターゲームの直前になります。まあ、一応選ばれた人はいるんですけれども、ちょっとね、出番操作的なものがオールスターはないので、まあ、試合自体は多分飛ばしちゃいます。で、今現在はシーズン、借金57ですね。で、2試合連続2桁安打と結構打ってはいる状態ではありますけれども、まあいかんせん勝てないと。じゃあ進んでいきましょう。おい、カリンちゃん、なんで肩が下がってんだ。ここら辺は移動日か。そろそろまた練習効果アップを使わないといけないですね。もうあとね、2回くらいしか多分練習効果アップがね、買えないんですよ、お金がなくて。練習強化か。さあ、今月も練習を頑張っていきましょう。試合へ。で、まあ、通常の試合か、出番なりきりがないんで、まあ、スキップでいいかな。もう少し何人かね、選ばれてれば、ちょっと見てもいいかもしれないですけど、そもそもスターティングオーダーに入ってないっていう、悲しい状況ですからね。お、碇守君が負けてるね。オールスター選出3人メダル。5対0。お、みんな練習してたのかな、オールスターの時は。結構上がってるね。いいね、いいね。で、今日ももうスキップしちゃいましょう。もう完全にオールスターっていうかサクセスチームだよな、パ・リーグは。でも勝てないっていう。おお、スッスがホームラン打ってますね。お、ミュちゃんスタミナがE になったな。ってことはちょっと練習を見ますか。スタミナ欲しいでしょ。まあ、うさぎちゃんはこのまま球速を上げて、まあ、一発削除。これメーターが溜まれば一発削除になるんだよね。まだ結構かかりそうだな。まあ抑え、この人抑えだよね。中継ぎか。まあ、とりあえずスタミナはE で大丈夫かな。コントロールを上げてもらおう。よし、 OK。 吉田くんのコントロールがそろそろE になりそうですね。結構移動日が多いな。いいね、みんなどん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 成長してきてるよ。あ、今日から後半戦か。長いね。8月8から後半戦って。しかもよりによってサクセスチームかなんか絶対勝てないでしょこれ。いそっち頑張れ。友沢、滝本、滝本ってボロクソにやられたな。気候のやる気がないけど、まあ、ちょっとサクセスチーム勝ち目がないからな。山口16勝かも。ファンが減った。柳瀬くん、うさぎちゃんに負けがついたね。英国紳士は36号か。でもなかなかいい勝負はしましたね。4対3。結局また延長にもつれ込んで負けたのか。ここ一番だな。レギュラーの座を猛アピール中の赤木選手が覚醒しました。マジで覚醒しましたって何。どんだけ強くなったの。ランタが打撲になってしまった。あ、赤木選手めっちゃ上がってる。あ、足が速いんだっけ。すげえ上がってるな赤木。内野だけどどこだったっけ。
ちょっと見てみましょう。もうアピールしてきたからね。あれあ、今ノリノリだから入れてんのか。セカンドか。あ、ローソンがちょっと完全にローソンと信長が死んでるな。サードか。サードちょっと竜を入れるか。で、ローソン、ローソン。外野は、そうっすね、高田くんを入れますか。よし。あと、ノリノリの人とか。は、いないっすね。さあ、今日はマリーンズ、学校で戦うんで、出番プレイでいきますか。先発は吉田くん。やっぱりすげえ調子重視だからみんな調子いいね。かりんちゃんが DH でちょっと調子悪いけど、先発は石川か。向こうは厳しい戦いになりそうだ。まあ、ペナントの方はねまだ全然選手が入れ替わってないんであれですけど、13回戦の模様マイライフの方はもう9年経ってますからね。選手がもうどんどん入れ替わってわけがわからんっていう。第9投げました。見送ってストライク。第2球投げました。お2球目からバッター追い込まれました。第3球を、ああいう風にねミートガスがピタってくるとすげえ期待しちゃうよね。バッターよく見ました。カウントは1ボール2ストライクです。第5球さあこれを、お、いいね。でもポテンポテンポテンにはならないか。りました。これで3アウト。2塁まで。3回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。吉野くんはフォークだけか。細谷投げた。アウトコース高めボール。でもスタミナがねあるからね。投げた。フォークはストライク。おいいね。投球は3球目投げた。フォークばっかり投げて肘とか壊さないから大丈夫かな。カウントは2ボール1ストライク。フォークボール空振り。さすがだ。第5球投げました。おお、いいね。ナイスナイス。まずは先頭バッター三振に仕留めました。じゃあ6回に行きましょう。わあ、2点取られたか。パワフルピッ。ゲームはこれから後半6回に入ります。ニコカミ君が出てきたね。この回で先頭バッターは鈴木。今日はライトフライとセンターフライ。第2球投げました。2球目ストライク。バストレート140は欲しいな。第3球はボール、わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目。あ、やばい、狙われた。引っ張った。あ、危ね、超怖え逆にああいうのも怖いよな。追い込んで第5球投げました。インコース引っ張った。惜しくも1塁線切れてファン。第6球を英国紳士投げました。今ファーストにいたけど守備力どうだったっけあいつ。投球これから7球目。あー、結構フォアボールか。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。4対0。さあ来たね来たね。第9頼むぞ。あー、あれ当たってるわ絶対。行ったな。さあ次の投球打ちました。ファール。うーん、一気に追い込まれたけどこれはよしよし、よく見た。ボール、カウント1ボール2ストライク。これも高速シンカーはボール、外へ、はっきりしたボール球、平行カウント、投げた。これか。打ちました。おお、粘る。さすが英国紳士。第6球を投げた。これだ、いけ。すーげえ、こいつは本当すげえわ。間違いなくいった。とんでもねえな。第37号、スリーラン。37号かも。ストレートを狙い撃ち。パズルやりました。英国紳士今何あげてたっけ。広角打法とかつけようとしてたんだっけ。同点のチャンス。あ、赤木くんだ。覚醒した男赤木くん、手堅くバントで。サンデーモーリーはな、足が C あるから。危ない球。第3球を投げた。ここは、うん、これは大丈夫でしょう。ピッチャーの左へ転がした。いいねいいね、手堅く。ランナー3塁に進みました。さあここで同点に追いついてくれれば。高橋圭、高橋圭もねミートがでかいからね。第2球足速いし。お、打ちました。あー、全身守備だね。内野さあ来たよ、ここでまた。第9
投げました。初球スライダー空振り。狙ってってるね。第2球ボール、カウント、これはよく見たな。ストライク投げました。おお、俺だったら多分今振ってたかもしれない。カウンター2ボール1ストライクです。打った。ちょっと打ち上げてしまったか。センター落下点に入りました。すげえ高だったと分かったな。パワフルチャンスを守りできません。やられた。パワフルピッチャーと、さて、さあいよいよ最後はウサギちゃん。先頭バッターは細谷。投げました。ボール。第2球コントロールはね、いいからね。インコース低め、ストライク。って言ってもパープロ2016でコントロールのシステムが変わったから、これに対してすげえ打たれそうな気がするんだけど。これは左に切れていきます。追い込んでから。エフェクトはねめっちゃかっこいいけど。三振に切って取った。あとは9回頼むぞみんな。おお、炎上、ノリノリの炎上を頼む。ツーアウトか。初球空振り。変化球にキレがあります。第2球、これもしかし空振り。一気に追い込まれたな。なんとか意地を見せてほしいところです。第3球を意地を見せる。あ、これはボール、外角低め、見て見て。カウント1ボール2ストライク。西野さんか。次が4球目、投げた。抑えは早い、さすがに。ストレートが早いな。完全に振り遅れてる。1点差に届かず敗れました。いやー、惜しい試合だったね。吉田くんただ9敗がついたかも。英国新車37号。おわ、高橋家スランプになったか。おお、あれってかさ、何、宮内くんめっちゃ上がってんじゃん。何これ、コントロール違う、これあれだ、帰ってきたんだ。そうだそうだ、帰ってきたんだ。宮内くんと松潤出してたもんね、留学に。すげえ超強くなってる。ニートが松潤 F から C、 走力が E から78とか。宮内くんもすげえな。てかさ、普通にさ、帰ってきましたとかさ、何にもないんだけど。いや、これはすごいぞ、野球留学。宮内くん131のコントロール B、A、シュートとドロップカーブ、奪三振持ち。これちょっと急速だな。あと課題はちょっと一軍に上げよう。どうしようかな。みんなでもそこそこスタミナはついてきたんだよな。柳瀬くんはやる気があるしな。ちょっとじゃあタッキーを一旦外して、で宮内くん一軍ロックして、で練習だなと。宮内くんの練習を急速にして、急速、まあ、せめて140までには持ってきたいよな。145欲しいな。いや、野球留学すげえわこれ。で、あと野手、ちょうどちょっと高橋圭がスランプになっちゃったんで、松潤お前の出番だ。いいね、パワーも。こいつはね、弾道を上げたいな。そうすると松潤ちょっと弾道をせめて2にしよう。松潤弾道練習。弾道練習ってあんの？なくね。これか。よし、頼むぞ。いや、これはすごいわ本当に。次ペナントをまた使わないとダメだね。ペナントってね5000円するんですよ。で俺今ね1万円くらいしか持ってないんで、お金マジで貯めないといけないな。お、早速宮内くんが出てるね。うん、早速負けたね。野球留学から帰ってきて早速負けたね。山田くんが4号打ってんな。またいい試合だな。でもメガホンは全然作っていいんで。わ、ジャックス突き指しちゃったか。レインボー2下がる一方だな。ランタが復活と。
メガホン、メガホンはペナントショップ、ここら辺も作るかな、もういやどうせ金あるし。イソッチっていうか先発陣若干みんな調子がよろしくない、もうスタミナ使ってるもんなジャックス怪我してんのか、そういえば。あ、そうか、まだ涌井がいるのか。清田さんが打ってますね、8対1って。よし頼むぞ。ケイト守備力、ケイトの守備力はもう C あれば十分かな。ジャックスが復活して、ケイトの守備はもう大丈夫だから、ケイト、ケイト、これ野手で見た方がいいよね、能力的に。守備はもう大丈夫で、ケイトどこだっけ。あー、そっか、遊撃かってことはやっぱ肩も欲しいよな。肩、肩もな、 C 欲しいけどね、ショートは。で今日はファイターズか。太田くんのやる気がちょっとない、ちょっとないけど、みんなやる気ないのか。宮内くんスタミナが回復してないけど、スタミナが回復してないけど、こいつスタミナ A あるんか、そういえばオフの柳瀬くんを出すか。よし頼んだ。勝てないね。いやでもこれ野球留学をもう2人くらい出して年月が経てばかなりいけそうな気がするけどな。気候、まあ気候でいきますか。うおー、めっちゃ打たれてる大谷、西川、中田。お、小山くんも守備力が C になったんで、小山くんの練習を変えますか。小山くん、小山くん、お、肩 C、 守備 C、 補給 C って、これいいね、なかなか。あとはじゃあちょっとパワーだな。打撃練習じゃなくてパワー練習、あーでも打撃練習でミートとパワーを並行して上げていくか。よしこれにしよう。 OK、 今日はそう、なんか調子みんな落ちてきてるな、大丈夫かめっちゃ普通だな。メリーヨが6号打ってるね。お、田中タイピング上がった。近所コントロールがそろそろ、ローズも呼吸が上がりそうだな。よしよしよし、こうやって地道にみんな鍛えていけばいつか勝てる日が来る、そう信じて。おっぷにこちゃん2号打ってる。カリンもね、意外に打つんすよね、ホームラン。吉田くん10敗目かプリンスドーム、ライオンズ戦、4対0、ヒット0え、ヒット0ってどういうことこれもしや完全試合達成した牧田さん、まさかまさかの。あ、ピザ単独上がった、よしいいね。ピザって今弾道を上げてたんだっけ、そもそも。ピザ、あ、弾道アップしてたな、まあ、弾道2あれば。いいでしょう
どうしようかな。キャッチャーだからな。でもな、打撃練習しとくか。打てるキャッチャーにするか。今日の先発は聞こう。勝てない。2対1。試合はね、ほんといい試合するんだけどな。うおお、ファンの人数が減るんかこいつらは全くお、太田くんスタミナ C。 あれ、太田くんもスタミナ C あるのかも。お、太田くん、まあ、スタミナ C あればいいでしょう。コントロールだな。レインボー2はもうこれ下がる一方っすね。結構年を高めに設定したのかな、レインボー2。ちょっとよくわかんないけど。ガンダーが守備が D になったけど、内野手か。ガンダーどこだっけ。ガンダー、ガンダー。ガンダーは、あー、ショートか。まあ、ちょっと一回 D で止めて肩を上げるか。まあ、本来ねショートは CC 欲しいんだけどね、肩と守備。じゃあ今日は先発イソッチか。出番プレイでいきますか。ここでねイソッチが変化球を覚えてくれればまたちょっと違うと思うんですけど。バブル、この回の攻撃はラストバッターから始まります。キャンプだな。そうするとイソッチ投げた。おお、怖い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 。打ちました。これはいい当たり、入れば先制だ。狭いからな、狭いからね持ってかれたな。打順は1番に返って、多分普通の球場だったら大丈夫だったと思うんだけど、外野とさフェンスの位置が近すぎるからね。パワフル、大展開で迎える4回です。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた。ランナーがなかなかいい位置にいるんだけどね。バッター追い込まれました。金子千尋か。第3球を投げた。お、ナイスだ。打った。これはいい当たりだ。打球は狭いからね、狭いからね行くよやったやったやった、スリーラン。ナイスだ。パワフル、ピッバファローズリードで迎える6回です。バッターは宮崎、投げました。初球から打ってった。これは内野へのフライだ。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。こういうね1点差とかね、なかなかいい感じにはなるんだけど。パワフル、ピッ、いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは超スローボールとかね、マジ怖いんだけど。打った、切れていきます。ファール。第2球、ちょっと逃げ球を持ってんのか。打った、強い。え、大丈夫。ほんと怖いんだけどこれ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。あのボールであそこまで飛んでいくのか。これが4度目のバッターボックス。さて、あとは9回頼むぞ。おお、来たね高田君。チャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で高田。おお、ナイスデッドボール。さあ今日活躍しているレインボー2、投げました。一発かませ。真ん中決まってストライク。第2球投げました。ミートを開き出したな。いいよミート開かなくて、お前も一発を狙えばいいんだ。これはちょっとサークルチェンジだから。第4球を投げました。いいとこだな。空振り三振。バッターは8番、全部守り。第9投げた、初球決まってストライク。第2球、なぜかスライダーボール。強振に打ち出した。パワー G だけど1本打ってるからね。あ、これ抜ける。よし、ナイスだ。センターバックホーム、守る。ナイスバッティングです。さあ、ここからだよ。初めてのヒットになりました。バッターは炎上王、アベレージヒッターの炎上王につないで、ストライク。うん、まあ、ちょっと低めだからね今のは。サードランナーチラッと見た。この高め、あのままあれをジャストミートしてれば絶対行ったんだけどな。これは打ちました。今のってボール球だった。あ、ボール球だったね。投げた、ボール。おー、際どい。ツーストライクです。第5球、さあこれだ。打った、流し打ち。お、ポテン。よしよしよし、よくやった。走れる。
走れないか。誰だ三塁にいるの。よしナイスだ炎上。先ほどヒットを放っている赤木、あ高田くんか。ちょっと足が遅いねみんな。決まってストライク。赤木くんはね覚醒してるからね、覚醒してノリノリだからね、今日はやってくれそうな気がするけど。追い込まれました。一気に追い込まれたな。第3球を投げました。外れたボール。よしよく見た。カウントワンボールツーストライク。次は4球目投げました。これはいいよ。よしよしよし。球速145か。向こうはさあ5球目。これいいね。あこれでもレフトへ飛んだ。ポテン。おおすげえ。さよなら勝ち。さよなら。いやーいいね。しし村山うさぎくんパーフェクトリリース。いやー赤木ちょっと乗ってるね。太田くんが2勝10敗か。よしよし。レインボー2も打ったからね。レインボー2のホームランも効いたよね。やっぱり4回裏これがあってこそだったからね。めっちゃ増えたな。連敗トンネル脱出。いや今日の試合はなかなか白熱したね。萩原ふーんって感じなんだけど。お、曽根くんコントロールが B になった。なんか花火大会的な絵だったけど。ちょっとじゃあまずは赤木くんをあげますか。赤木くん、セカンド、まあ守備は D あれば大丈夫かな。ミートかパワーどっちかあげよう。やっぱりパワーだな。ここはパワー持ってたっけ。持ってたと思うんだよね。あるよね。じゃあ赤木くん、赤木くんどんどん覚醒していくな。パワーが強かった。よし。あとはレインボー2ちょっとな、下がり気味だからな。まあ呼吸で我慢してもらおう。レインボー2は15。めっちゃ上がったな。炎上王もね、アベレージヒッター持ってるからね。炎上王も打ってくれたし。ミートを上げますか。よし、ミート9。あー、本もだいぶ少なくなったな。やっぱりちょっと裏で A 冠ラインこなして、ポイント稼がないとまずいかな。ポイントがないとね。うちのこのペナントはボロボロだからね。今日は太田くん、2勝11敗か。山田くんが5号を打って4対3か。お、高橋家スランプから脱出した。あれ、そういえば誰かの誰かのコントロールが B になったってなってたけど、誰だっけ。コントロールを鍛えてる人、あれ宮内くんはまだ違うよな。あ、曽根くんだ。曽根くん、曽根くんはもうコントロールいいでしょう。中継ぎだから少しなんかいいのあるかな。あー、主に持っている変化球を強化する。フォークの変化球を強化するってどっちやねんっていう感じなんだけど、そうだな、球速もまあ速いし、ちょっとこいつはフォークの守護神になる。中継ぎだけど。今日の先発は聞こうか。お、勝ったね。平国紳士めっちゃ打ってんな。こいつすげえ、ヒット1本しか打たれてないよ。キコとかもね、あげたいんだけどね。英国紳士はね、活躍するからね、弁当作ってもね、げ、完封完封したんかい。げ、シラーっとか下がってんな。レインボー2やっぱ下がり目だな。補給あげたのに。補給が下がってる。あげたいんだけど、あげる本がないっていう。よしよしよし。今日はサクセスか。サクセスはマジ勝てないからな。
かり守る中古車。炎上王もやっぱ打つね。プニコちゃんのミートが C に近づいてきて誰だ小山くんだっけこれ。調子がねよろしくないね。みんなちょっと投手調子のいい人いるかな。調子マックスのやつはいないね。2軍にも。とりあえずこれでいきますか。山口アンヌ、このこのペア多いな。パピオン24号。パピオン主に内野で出てんのかな。あいつうどくんがいるよ。うどくんが。どうしようかな。タッキーリを出すか。勝てないね。鋼も15勝。エコシーシもう40号いってるし。40本。今の野球界の1シーズンでの本塁打って何本が最高記録なんだ。全然わかんないけど55本くらいだったような気がするんだけど、古いかな情報が。お、タッキーリやる気があるね。でも勝てないね。てか鎌田くんとあんまり成績が変わんないんだけど。タッキーリ楽天も苦しんでんだろうな。ちょっと、どうやってあれ変えるんだっけ。これか。あ、でも楽天5位か。優勝が決まってるし。サクセスチーム 32.5 ゲーム差ってとんでもねえな。いや、ちょっとサクセスチーム強えな、マジで。当分の間、サクセスチームの独壇場になりそうだな。選手層はね、薄いんだけどね。まあやっぱり強力な選手でなんとか保っているっていう感じですかね。イソッチ、ひじりさは3号。9回に9回に本塁打打たれたってこと。まあお金もねあるからいろいろと変えたいんだけど、練習レベルは3までしか上げられないですからね。5くらいまでね上げられればいいんだけど。山口、ヤフオクか。じゃあ9月に入りましたので、今回は、ここで終了して。やっぱり野球留学いいですね。ちょっと、お金貯めようかなと思いますんで、まあ時間がまあなかなか取れないんですけど、お金を貯めてまた野球留学はやりたいと思いますので、また次のオフシーズンまで、頑張っていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。